どうもフットアーティストじゅんでございます、10月10日を迎えることができました。イエイ。そしてこの後のトンネル出てからの景色が、これが最高の鎌倉の海です。フットアート TV。快晴でございます。やったー、晴れたよ。しんちゃん、まやちゃん、今日は3人体制でやっていきますけど、これから僕たちはドーナツをまず買って、カトレアビルの前に車を止め、荷物を搬入し、11時から、フットアートパーティーの始まりでございます。皆様、この日を待ち遠しく待ってくださった方もいらっしゃると思いますので、今日は僕たち3人で楽しい一日を過ごしたいと思います。そして夜はフットアートナイトでボールを蹴って終わるっていう最高な一日が今日待っております。忙しいですね、今日はね。そうですね。そして今日ありがたいことにハワイウォーターさん協賛していただきました。ありがとうございます。これも全てフットボールでつながる輪でございます、ね、どうですか、飲んでください。可愛いね、ボトル。そうなの、ジャケがかっこいいの。可愛い。あ、ちょっとこれ、このタイミングかかるけど、ちょっとこれ見て。これしんちゃんとまやちゃんが作ってくれました。あ、ここ右。B 面ね。B 面やってくれてたね。カッターで切ってね。見てたよ、これ。すげえよ。これ、そういろんなもの詰まってますので。これでなんかいろんなことをやっていきたいと思います。お疲れ様です、今フットアートのカレンダーリリースパーティーが終わり、ご飯を食べ、今葉山に戻っているところでございます。ありがたいことに水曜日にもかかわらず多くの方が足を運んでくださいました。ありがとうございます。はい、楽しかったですね。楽しかったね。ということで、私たちもう一発、フットアートナイトに行きたいと思います。事故なく行きましょう。よろしくお願いします。チャオ。お疲れ様でした。お疲れ様です。どうもです。今何時ですか？今何時？11時44分でございます。今フットアートナイトが終わり、今また葉山に戻っているところでございます。あと15分で10月10日が終わりますが、明日からまた12月31日に向けて多くの人にカレンダーが届くように頑張りますので、よろしくお願いします。ジュ君、今日どうでした？いや、もう最高ですよありがたい一日でもね、この日を待ってたから、この日のために積み重ねた日々があり、そしてここからまた12月31日まで、はい、やりましょう、はい、ちょっとカレンダー持っていろいろツアーも行きますので、よろしくお願いします。アディオスチャオ。